はいどうも皆さんこんにちは、リュウパラです、今日もチェンクの動画撮っていきましょう、ついですね、リュウコ祭が始まるというわけで、これの記念フェスがやってきました。今回の目玉は新世代の、ジブリール僧侶と琴を強化する指揮官ファラとなっております。で、まあ、能力をねざっと見ていきたいんですけど、まずファラはですね、戦士でもうね、とにかく琴を強化するアビリティを持っていますと。必殺技もですね、小ダメージだったら弾き飛ばすっていうやつがついてるのが強いのかなと。スローにするっていうのもありますし、これはかなり使いやすい、使い勝手がいいキャラクターなのかなと思います。で、次ジブリール、これは3部になってから出てきたキャラクターなんですけど、この方は僧侶として来ております。個人的な狙いとしてはジブリールが欲しいなと。まあもちろんファラをね、琴の強化としては欲しいんですけど、ファラとジブリールどっちが欲しいかって言われたら僕はジブリールの方が欲しいです。やっぱりね、可愛いですからね、やっぱりこういうキャラクターを揃えたいなと。能力としてはですね、まあそこまでめちゃくちゃ強いかって言われたら、まあ一応新世代なんで、そこで伝授させる技によっては強くなるのかなと思います。一応パーティアビリティはコットの攻撃力が上がるというふうになっております。はい、てな感じでね、今回の、ガチャボーナスはガチャ20回と30回でジブリール、ファラが手に入ります。というわけでね、一応意思的に30回回すことはできないので、まあどっちかっていうか、ジブリールが欲しいんですけど、来てほしいなと思います。ということで引いていきましょう。来い。わあ、今回確率見てなかったですけど、何パーセントなんですかね。おっと、雲行きが怪しいぞ。雲行きが怪しい。怪しいぞ。あ、マジか。Sレアしか出ないな。なるほど。今回は 7% か。うん。まあ、大概そんなもんですよね。よし、それじゃあ、こっからは刻んで。まあ、最悪、9回まで回してジブリールをゲットするような流れですかね。これの昨日まで、あれやってたじゃないですか。お、あれやってたじゃないですか、じゃないですね。ファラゲットでございます。はい。私はあの子の影。あの輝きを守るためなら、なんだって、やるわ。いいですね。正しさだけじゃ、守れないから。はい、まあ結構理想の形になったと思います。これであと6回引いてジブリールが手に入ればバンバン台ですよ。で、さっきの話の続きなんですけど、あれです、ちょっと名前忘れてしまったな。あちょっと致命的やな、名前忘れてしまったんですけど、何回クエストやっても手に入らないあのキャラクターたちいたじゃないですか、戦士と魔法使い。ちょっと後でまた調べるんですけど、あの方たちをゲットするのも本当にギリギリでしたね。ただまあ思ってたほどそこまでクエストはしなかったのかなっていう風な感じですね。でもまあ、ああいうキャラクターが復刻してくれるっていうのは非常に、本当一番初期からやってるわけじゃないんで、そういったキャラクターが出るの非常に、種類増やすという意味ではかなり嬉しいなと思いました。あと何回だ？あと1回か。うん。まあいいんじゃないですかね。20回引いて1枚ずつ。流れはいいと思います。よし。
運命が回り始める。しまった、つい声を荒げてしまいました。まあ、ファラか、まあいいでしょう、いいでしょう、ありがとうございます。いや、なかなか上出来なんじゃないですか。20回引いてファラが2枚で、プレゼントでジブリイルカ手に入ると。悠久の時、受け継がれし神話の舞を創世の主に捧げたもん。うん、いいですね。神秘をめぐれ。ほい、というわけで、ね、見事2枚じゃね、3枚か、ダブルスリアゲットでございます。で、まあ、竜子祭が始まったことによって、いろんなイベントがね始まっております。はい、こちらですね、ログインするだけで第1部のことスペシャルチケットがもらえます。一部なんか方法で、これ写真とか絵で載ってるのが、おそらくバージョン2のムジカになるのかなと。てっきりムジカが手に入るのかなと思ったら、まあ、あくまでね、成長した姿が出てきますよと。まあ、それはそうですよね。初めに物語でポンって出て、まあ、こういう強いキャラクターですけど、ポンって出て、しばらくしてから実装されるっていう。大概そういうパターンですよね。で、これが、第1部のことスペシャルチケット。うん。なるほど、なるほど。あとはスペシャルストーリーを追加という感じですね。あとはピックアップでムジカが出ていますよと。まあ、これ引き続きね、あの確率が 20% なんで、かなりの高確率でムジカがゲットできるんで、ぜひともね、クリアしてほしい、ゲットしてほしいっていうのと、チェーンストーリーもできるし、消費 AP 半減。これもやってると。まあ、あとはこれですね。期間限定シャル編の第4章、5章がランク経験値 1.5 倍と。うん。そろそろ読み始めないといけないですね。ちょっとあんまり進めれてないので、まあこれを機にね。まあ結構、シャル編は、面白い、話が面白いんで、出てくるキャラクターたちも綺麗な方が多いんで、ちょっとね、頑張って読んでいきたいなと思っております。はい、というわけでいかがだったでしょうか。まあ、今回のガチャをね、特にことのキャラクターを強化するためには必ず必須、まあ、特にファラはかなり強いんですかね。ことを強化するにはかなり強いキャラクターになってるんで、あの女王様とね、一緒に組み合わせたりして戦ってみるといいかなと思います。というわけで、今日の動画はこれで終わりたいと思います。この動画を見て面白いと思った方は、ぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。